片流れの屋根の低い方側に柱を3本入れようと思います。今軽く穴を掘ってこの杉の丸太でゴンゴンついて砂利も少し入れてつきました。片流れのこういう構造物には低い方側の柱にこっちの長い方より重さがかかるそうです。なんかちょっとイメージしづらいですが、こうやってカヤックとかをこう2人で運ぶ時もちょっと低い側の人の方が重く感じます。で、例えば極端に言ってこうやってカヤックを持ったら絶対にこっちの方がめちゃくちゃ重いですよね。この座って持った方の人がもうほとんどの重さがかかるというか、なので今回の建物もかなり勾配が雪を落とすためにきついので、こっち側にやっぱ負荷が結構かかると思います。しかも雪はこう時間経ったらこっち側にずって溜まりやすいし、なのでこのこっち側の低い方をしっかり補強しておいた方がいいだろうと思います。これを柱にします。で、真ん中から止めようと思うんですが、この単管もうすでに長いのでちょっとこういう風になっていると思います。なので止めるときにここ手でグッと押し上げながら止めようと思います。組んだ後の重さでもこう沈むだろうし、雪とかで重さもかかって沈みがちになるし、この下とかもついてるとはいえ適当なのでやっぱちょっとこう沈んでくると思うので、なるべく上げ目で止めようと思います。これでこっち側の柱が5本になりました。それとこのクランプなんですが、こうやって単管を受けるように乗せるようにするのが正しいようです。確かに言われてみると逆だとこうずっと開かれそうで、このボルトがとてもしんどそうです。これならここがちぎれない限りは大丈夫そうなので、こっちの方がやっぱ強度が強く見えます。じゃあこれに筋交いなどを入れてなるべく補強しようと思います。
筋交いなどの補強を入れていってこんな感じになりました。この2本の単管の間にこうやってギザギザって入っているのはトラスっていう作り方だそうで、これでかなり強度が上がるそうです。単管は中が空洞で肉厚も割と薄いので、縦の力とか引っ張られる力には強いけど、こう横に受ける力には結構弱くて、こう人間が乗ったら結構曲がってしまいます、こうたわんで。なのでこういうふうにトラスにすることによって、これが人間が乗ってもそう簡単にはたわまないぐらいかなり強度が上がるそうです。試しにここの真ん中に乗ってみようと思います。こっちはただ渡してある単管で、これは下にも入れてトラス構造にしてあるやつです。やっぱトラスの方は人が乗っても全然たわまないですが、この1本だけのやつは全体重じゃなくても結構たわみました。で、この両側もこんな感じでトラスにしました。こっち側もで、ここに端と真ん中と向こうの端と3本なので、こう側と真ん中が結構補強されたと思います。で、このあとここに5メートルのやつをこう45センチ間隔でずらーっと並べるんですが、ここが何もないので、こう長いとこがこうぐーっとたわむので、この真ん中にもトラスを向こうまで入れようと思います。真ん中にもトラス構造を作りました。これでここも結構強度が出たと思います。屋根のたるきを乗せるための単管も全部置きました。45センチ間隔でこういう邪魔なものがあるところは適当にずらして、30何センチとか45センチよりかは広がらないようにしました。これでガレージの骨組みは一応完成です。行き当たりばったりですが、なんとかできました。そこそこ強度も強そうです。最初から計画してたわけじゃないんですが、やりながら調べながらこんな感じにできました。あとはたるき止めクランプを買ってきて、こうずらーっとここにまた45センチ間隔にしようかな、向こうまでずらーっと100個ぐらいいるかなつけて、あとたるきをずらーっと並べてトタンを打てば一応完成の予定です。